皆さんこんこにちは新しい英語の先生のデイビッドですコロナのおかげで大変な状況になっていますけれどもオンラインでの英語の授業1つ目の課題をご説明したいと思います。今日の課題は自己紹介を iPad でロイロを通じて提出をしていただくというものにしています。 ご覧のアイデアマップですね。これを埋めていただきたいと思います。当然自己紹介ですので、my name、括弧のところには自分の名前を入れます。時計回りに見ていくと、what do I usually do in my free time? 暇な時に大概まあ何をしているかということですね。それから下の方へ行きますと、括弧の中にはいろんなものを自分で入れてみてください。my favorite book My favorite musician favorite 何でも構いません。それから、えー、左上のところではカッコの中に例えばクラブ活動であったりとか新しい、えー、新、えー、クラスの中で何、えー、かでも構いません。What do I want to do? ブラ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 ,ブラ、えー、ここで何をしてみたいかということです。そして親指を上げているマークのところにはビッグアイデ,ィア,ビッグア,イディアを入れてください。 そして歯車のところにはそのビッグアイディアの下に来る小さなポイントですねスモールポイントを並べてくださいそして整ったまとまった面白い自己紹介になるようにアイディアを準備しますそして少し練習をした後で,ですね画像とか写真そういったものも有効活用して 自己紹介をすることを奨励したいと思います。例えば、えー、先生の方で自己紹介をスタートしたいと思いますね。Hi, my name is David.What do I usually do in my free time? I enjoy music very much.I usually listen to YouTube.And I sometimes practice. Playing the guitar. I am not a so good guitarist, but I love playing the guitar. And my favorite musicians are the Beatles. Now, let me talk about my favorite food. I like spaghetti very much. I sometimes prepare spaghetti for my family lunch. On Sundays. I love tomato sauce with a lot of clams. Finally, I would like to talk about my English classes. What do I want to do in my English classes with you? I want to make my lessons enjoyable. And it is okay if you make mistakes, please. 学ぶからです、ね。学です。ねこんな感じでやります。と非常にまとまったらです。学ぶから 自己紹介にできるかなと思いますそれで iPad で自撮りしても OK です。Clips が使える人は Clips を使ってみてください。iMovies でも OK です。ロイロで直接録音したりしても構いません。ちょっとしたイラストや写真や実物を入れるといいものになると思います。できたものはロイロで 提提出出箱に提出をしてくださいさあもう一度この自己紹介のアイデアを作るためのワークシートをしっかりとご覧になってまずはこのビッグアイデア何にするかそれぞれの項目で大きな項目を何にするかそれをさらに詳しく説明するためのスモールポイントをどうするかということを入念に準備をしてくださいこれが出来上がったら まあ順番は変えてもらっても構いませんそしてどんなイラストをどこにつけようかなということをよく考えて自由自在に最新の ICT の力も借りながらみんなに興味を持ってもらえるような自己紹介を作成してロイロで提出になりますそれでは皆さんの面白い作品を期待しています頑張ってください See you next time!